ムケカ。これは、エビとタコのムケカです。カニのムケカ。わー、カニがいっぱい入ってる。なんかいろいろタレもあって。皆さんこんにちは、白雪ブログです。今日は絶品のブラジル料理、ムケカを紹介します。私が2週間ブラジルにいて、一番美味しかったのは川魚タンバキですが、その次に美味しかったのが今回紹介するムケカです。ムケカはブラジルの北東バイーア州の名物料理で、バイーア州の州都であるここサルバドールで食べることができます。サルバドールはアフリカから奴隷として連れてこられた黒人が多く住む町で、そのためムケカはアフリカ料理の影響を強く受けています。日本ではまず食べられない味付けで、ココナッツミルク、パーム油、魚介たっぷりの出汁が加わり、濃厚な魚介のクリームスープといった感じで最高です。レストランでは魚介の種類によって異なるムケカがあって、初日の夜にエビやタコのムケカを食べました。これが本当に美味しくて、2日目は別の店で今度はカニのムケカを食べました。どちらも最高。実際に食べた様子をご覧ください。ムケカ、これはエビとタコのムケカです。おお、なんかすごい辛いのが入ってんだ。これはちょっとすごくないですか。わあ、なんかエビとわあタコがいっぱい入ってる。絶対うまいやつだこれ。これはいいっす。はい、いただきます。サルバドールバイヤスです。ナイス。そう、なんだろうこれ、トウモロコシの粉とかバナナとかですね。ムケカもエビがゴロゴロ、すっげーエビだらけ。あとはタコ、タコとエビ、これはエビとタコをどっかに行った。エビとタコをどっかに行った。ちょっとこういう粉を、ちょっと見づらいな。
これはすごい、違う感じ。うわー、これはすごい。カニがたっぷり。カニ肉たっぷりです。まずこれだけで。ちょっと光が。まず食べてみます。カニの味が濃厚、めちゃくちゃうまい。うまい。カニの甲羅がちょっと入ってるぐらいで、本当にカニがカニだっていうのがよくわかります。なんか体に良さそうな味です。